まさしでございます。まずはさだまさしの提案後放送555回記念のスペシャルプログラムの進行進展状況をお伝えします。今週の会議の議題は打ち上げでございました。決定したことは打ち上げ会場が文化放送第一会議室で、二次会が第二会議室で、三次会が第三会議室で行われるということが決定してます。大丈夫か本当に謎ばっかりしててそれで明日から文化放送はステレオ放送になります。ということは今夜はモノラル最後の日でございます。わかりますか？モノラルにはモノラルの本質の特徴がありました。その音の感じを記憶に留めたいという方、そのためにサダは動き回ってお話をしてみたい。これ右側から話す、これは左側から、これはちょうど真ん中から、これは下から、これが上から、まあ、このようになっております。このような差があるんですね。明日からはもう聞くことができません。明日の午前9時をもってステレオ放送かとなります。さあ、さだは京都におります。 KBS 京都、541回最後までゆっくりお付き合いください。まぜさだまさしのセイヤング、この番組はハートもおいしい伊藤ハート製菓がお送りします。中畑清です。僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました。キャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っている。だから元気もりもり、キャラメルコーン大好きです。東ハトキャラメルコーン、超薄焼きのハーベスト、チョコレートを挟んだ東ハトチョコハーベスト、軽くて薄くてうまい。うまいところに気がついた。東ハトハーベストとチョコハーベスト。さだまさしのセイエイヤー、あなたも文化放送広報部、新聞発表のコーナー。今日普通ですね。今日普通ですね。今日は地元へ帰ってきたから。ええ、いや、そういう意味でもないんですけどね。ふるさとの、ふるさとである初めての声優じゃない？そうですよね。KBS 京都。ええ。ねえ。はい。でも、丸山公園の中の家がなくなって、ええ。引っ越して。引っ越しましたね。実家が。はい。うずまさの奥へ。ええ。ねえ。はい。どの辺なの？いや、よく知らないんですよ。わかんないんですよ。電話番号は変わってない。電話番号、いや、変わってますよ。じゃあダメじゃん。うちの会社になんか、移転届が来てまして、うん、でそれで僕もこう反抗して回してましたけど、回してどうするの、そんなの。よくわかんないんですよね。でも今日KBS 京都へ来る前にタクシーをちょうどお池通りの、河原町のね、はい、ところで、拾おうとした時にふっと彼がつぶやいたんで、東山の方見ながら。彼って誰ですか？お前だよ。あ、私ですか？広田がつぶやいた、東山の方見ながら、ええ、あそこに家がないと思うと、うん、なんや寂しいですね。お前にそんな人間の心が残っていたとは知らなかった。今夜の新聞発表は初の二人当選、二人当選。あ、二人と二人、二人同じのが来た。あ、同じのが来た。葛飾区の宮古めぐみと目黒区の小山純子、うん、同じものを書いてきた。ははは。またみんな狙うところは一緒だよ。なるほど。初めての京都からお送りするね、放送だということで、京都をどうこの新聞のわずか9行の 9文字の中に絡めて作ってくるかと思ったら、それでは発表してみたいです。はい、歌になっております、うん、で歌ってみたいと思います。はい。あおげば京都市、あおシーズンにぴったり、しかもさだのアルバム日本の収録曲ときたからには、これはもうこれしかないでしょ。そうですね。それよりもすごいのは2人当選した、うん、で1人は大常連の小山純子、うん、小山純子は柿の木坂という力まで持っている立派な相撲取り。そうですね。一方もう1人の宮古めぐみは小学校4年生、うん、これは相撲取りじゃないですよね。相撲取りじゃない、うんね、うん、葛飾区の宮古めぐみが4年生、うん、この文化放送に小山ありと言われた、おね、うん、セイヤングに小山ありと言われた大常連と、うん、同じものを書いてくる、ね、つまりこの番組というのは
年齢にこだわらないというギャグのセンスは。そうですね。この子の宮古めぐみのハガキを読んでみようか。小学校4年生だよ、うん、水元小学校だよ。お水元小学校の4年3組だよ、うん、3月14日第541回京都からで読んでください、うん、上倉派かっこややすぐる派よりって書いてある仰げば京都市、うん、今日卒業式を迎えられた皆さんおめでとうございます。もう卒業式が終わった方もこれから迎える方もとにかくおめでとうございます。小学校4年生の文章だよこれね。信じられないよ。アンビリバブルね。大きな子でしょうね。そう、で一方小山純子の方は、うん、新聞発表のコーナー3月14日541回、仰げば京都市、うん、卒業式のシーズンです。絵に描いたすぐる派このようになってますね、うん、しかし絵がやっぱり違うね。違う、絵のしっかりした感じがね、うん、聞いてるな、やっぱり聞いてる、うんうん、仰げば京都市和菓子の本、仰げば京都市。今日は残念な作品もたくさん来ておりますね、ええ、今日のこと忘れないでっていうのが来てた、うん、上倉派のね、ワン・ツー・スリー、それからね、これはね、復活の立ち捨てと、うんね、こいつだってもしかしたら相撲取りじゃなかったかな3月14日もうでも相撲取りだらけですから、なんつってもそう、ええ、うん、3月14日ホワイトデーなのでと前振りがしてあって、忘れるとホワイトデー、うん、まあ、この辺は遅かった。そうですね、うん、でしょうがない、あのすぐる派がいるんだ、江川くすぐる、うん、3回生竹市、新聞社に今日の新聞発表を伝えた後に届いた作品なんですけど、うん、捨てがたい作品が来た、はい、校長の次に偉い京都しょうがないしょうがないですね、これ、まあ、仰げば京都市の方がいいな、うん、綺麗ですね。そう、まあ、今回採用された宮古めぐみと小山純子にはプレゼントとして今日の新聞の超拡大コピー、さらには1ヶ月の新聞代金3650円の代わりに4000円分の届券をそれぞれに差し上げます、うん、おお、2人にね。上倉太っ腹です。それぞれ太っ腹ですね。上倉太っ腹ですね、選んだりはしないっていうね。いや、まあそんなもう半分ずつなんですよ、せっかくで。ああ、そんなことですね、うん、さあ皆さんも番組のサブタイトルを考えていただきましょう。3月21日の土曜日は第542回東京文化放送からの放送分、セイヤング記念すべきステレオ放送の第1回目です、うん、ね、うん、あの通行人の拍手がステレオで聞こえるとそうですよね、すごいよ、3月28日土曜日は第543回宇都宮からの放送分、うん、このようになっておりますね。サブタイトルは7文字から9文字、放送日、放送回数、放送する局面はもちろん土地柄や季節感、最近の流行事情をうまく織り込んで作っていただきましょう。上倉派、すぐる派、母音派、それぞれの流派に合った作品をお待ち申し上げております、はい、リスナーの中でコロコロと作品によって何々派っていう派閥を変えるやつがいるけど、うん、人生は一つの派閥でいきたい。なるほど ね、 ね、うん、変えていけない、する、変えるということは、うん、学校を変える、仕事を変えるというぐらい大きな大事業であるということを踏まえて何派にする。大しそうなもんじゃないでしょ、クラスが変わったぐらいでしょ。まあそのぐらい変わったということで、一、うん、つ宛先、郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング新聞発表のコーナーまで。さあ文化放送からのお知らせです。1分弱1134ステレオ文化放送。サスケです。3月2日の夜10時から文化放送の新しい夜ワイドに参上してます。その名もサスケの夜はコンビンバー。サスケは忍法の達人だから何でもやっちゃうぞ。3月15日からステロ文化放送になることだし、音の手裏剣を右のスピーカーから左のスピーカーに飛ばすことだってできるんだぞ。本当だぞ。サスケの夜はコンビンバー、サスケの夜はコンビバー、サスケが笑いと涙をたっぷり詰め込んでと今っちゃうんだから、もう楽しみ待ってろよ。サスケの夜はコンビバー、月曜日から金曜日の毎晩夜10時からだよ。ステレオ文化放送、3月15日日曜日午前9時スタートです。10万。いや、すげえなあ、ヒロ。うん、さあお待たせいたしました、ステレオラジオ当選者の発表です。たくさんのご応募本当にありがとうございました。3月8日日曜日締め切りまでになんと30万飛んで4792通のご応募、うん、はいね、30万。そう、でも一説にはある調査ではこの声援が60万人聞いてるって、大体、うん、その半数近くが、うん、
の数ぐらいになるね。ね、うんうん、東京都中野区の大野高秀さん、今申し上げているのは当選者でございます。厳正な抽選の結果、今の方、それから品川区の古川千明さん、小平市の田中美希夫さん、越谷市の武藤千鶴子さん、岩槻市の観音寺久夫さん、戸田市の林紀美子さん、つくば市の井上貴博さん、流山市の田沼仁さん、柏市の岡野雅人さん、川崎市の若井康子さん、はじめ500名の方にソニーの AM ステレオラジオをお送りいたします。楽しみに、お待ちいただきたいと思います。文化放送は3月15日日曜日午前9時から、つまりもう数時間で、ステレオ放送をスタートすると、こういうことでございます。もちろん今お持ちのラジオでもモノラルですが、これまで通り十分にお楽しみいただけます。ステレオになったら今のラジオは使えなくなるんじゃないかと、お問い合わせもたくさん、来ておりますけども、その辺はご心配に及びません。ご安心くださいませ。お知らせです。ウサギや帽子屋さんがいなくても、東ハトチョコレートがあれば、それはアリスのティーパーティー。つぶつぶ入りのいちごクリームにチョコの帽子をかぶせました。いちごの好きなアリスたちへ、新発売東ハトチョコレート。マッシーパイはアメリカ生まれ。ソフトクッキーでサンドイッチしたホワイトマシュマロをチョコレートでコーティング。大胆にかじるアメリカンサイズのチョコレートパイです。美味しさがお口いっぱいに広がる東ハトマッシーパイ。さだまさしのセイエイヤー。 KBS のスタジオに私来ております。僕は KBS の前の通りは仕事でいつも袖でやってますから、もう競ってますから、我々は誰が一番最初に半袖でゴルフやるかっていう。それでちょっと風邪ひきましたけどね、私。そうですね、2ホール目ぐらいで大体暑くなってきますからね、もう。あなたの場合にはね、すでに。ああ、でも暑いなと思ってストーブを切る時が春、うんうん、秋はあの夏に知り合った女と別れた時って言ってるよな、いつもな。言ってないです。言ってない。さあ、もう一つ春のハガキ。南海岸さん、いらっしゃい。マッサン広田さん、こんばんは。本を読んでいるとこんなことが書いてありました。旧暦2月の別名、キサラギの語源説。キサラギ、うん、ね、うん、キサラギの語源説に陽気がさらに来たるというんで、うん、気持ちの気がさらに来たる、うん、来るというのを書いてキサラギ、うん、で寒さで着物をさらに着るというんで、うん、衣をさらに着ると書いてキサラギ、うん、植物が芽生えるというんで、燃え出すという草冠に、明る、月2つですね、うん、それからそれが揺れると書いてキサユラギ、うんね、この3つの説があると、うん、西から低気圧が近づくと南風が入って、いわゆる陽気がさらに来たるキサラギ、うん、低気圧が通り過ぎると北風が吹き返して着物をさらに着るキサラギ、うん、続いて移動性高気圧に覆われて暖かい光に満ちたキサユラギ、うんね、これが春の天気変化のペースだそうです。昔の人は自然に敏感だったんですね。というより、私たちが文明の利器に甘んじて鈍感になりすぎていると言った方がいいかもしれません。どうですか皆さん、窓を開けて、春の息吹を体いっぱいに感じてみませんか。なるほどね、うん、感じたいんだけどね、くしゃみが出るんだ、うん、タクシーの窓も開けられないっていう、うん、そう、三寒四温っていう季節ってのはいいよね、うん、はい、うん、なるほどな、いろんな人がいろんなところでいろんなハガキを書いてくれてんだな。フロサトシ、あの大阪の常連ですね。フロサトシが誰だっけ、あ、カモン達夫さんの付き人になったっていうハガキが来てましたですね、はい、石川雅弘、これも浦和市の常連ですけども、いらっしゃい。フロサトシさんが就職されるそうで、これからはハガキを書く時間も番組を聞く時間もなくなってしまうのでしょうか。この時期就職などの理由で番組から離れていく方は多いかと思います。私としてはそういう方々がふと時間ができた時、ラジオをつけたらセイヤングが、楽しいセイヤングが残っているようハガキを書き続けようと思います、うん、こいつも次第にハガキ職人の域にね、はい、達してきつつあるわけでございますね、うん、こういうやつもいます。府中市の千鳥足、いらっしゃい。マッサン、こんばんはでございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。この度マサシングワールドコンサート3月24日に参加させていただくことになりました。わーい、うん、ところが、うん、大きな難関にぶち当たってしまったんです。あら、あのUポート簡易保険ホールってどこですか。
調べてはみたんですが、あいにくよくわかりません。どうか行き方を教えてください。おほら、五反田駅で降りて、駅で降りたらもうあの表示してあります、ニューポート会員保険ホールこちらと、ええ、出口と、はい、で分かんなければあの駅員さんに聞く。そうですね、うん、もう簡単です、まっすぐですから。そうですね、近いですもんね。諏訪の御柱についてのご質問が来ております。江戸川区の藤原智子さんいらっしゃい。今年諏訪の御柱の年だと聞いたのですが、詳しい日程とかご存知でしたら教えていただきたいのです。次の御柱の時には私だって落ち着いた生活を送っていたいし、今年はまだ自由の身なので一度見てみたいんです、うん、これはですね、7年に一度、つまり猿の年と虎の年、うん、猿の年、虎の年になりますとですね、この御柱祭りというのは行われますね、うん、諏訪の御柱、諏訪大社のですね、四方に立っております柱、合計、獅子16本、これを全特会する儀式でございます。でこの中で一番勇壮なのはですね、この木落としという、木落とし、うん、その木をですね、崖の上に置いといた木をですね、滑らかして落とすわけです、縦に。でその巨木の上にですね、うん、人が乗るわけです、うん、これはまっすぐこういうふうにこう滑ってくればいいんですけども、うん、この丸い木ですから、うん、何かのきっかけで斜めに行きますと真横に回ってしまいますね。乗ってる人はどうなんですか。それはあの回転と反対側へ飛び降りればまあなんてことはないんですけども、うん、ついうっかり、うん、回転の方角へ飛び降りた場合にはこれはただで済みませんね。そうですね、これはもう本当に死人も出るというね、危険な荒技なんですけども、これをどうしてもまあこれが一番有名なんですがね、でこれは今年の4月の10日11日12日、うん、これは下社です、はい、下社の10日11日12日これが木落とし、うん、まあこのあと5月までずっと御柱のお祭りというのは続きます、はい、ですからですね、まあ詳しくは諏訪市の観光会をお問い合わせくださいませ。そうですね、はい、木落としが見れればいいってみんな思ってるんじゃないですか。見たいですね、見たいですね、これ SBC で中継もしてるんですけどね、東京の方でもやるんじゃないですか、はい、ニュースやなんかでね、その一瞬だけ気に乗ってみたいもんですよね。うん、俺も乗りたいな、ね、うん、いや正さんダメですよ、お前らいつもそんなことばっかり言うんだもん。ヘリコプターの免許取りたいっつったら茂が俺が取るからダメって言うだろ。俺が取るからだってあいつが取って一緒に乗ってるんじゃ落ちるとき一緒に落ちるんだから。いやいやいや、それは勝手に一人で飛ぶかもわかんないじゃないですか。それは勝手に一人で飛びたいヘリコプター、危ないです。ピーターパンになれるんだぞヘリコプターって。それはダメです、危ないです。どうしてそういうことばっかり言うんだろうみんな。室井勝17歳、よしらっしゃいらっしゃい。全国各地にブームになっている佐田研設立なんですけど、うん、なんだろうねこの佐田正史研究会ってな、うん、ねえ、何を研究してるんだよ。第一どうなの、全国にあるけど。ありますよ。今神戸市なんかあんた市役所で、神戸市役所佐田研とかってねえ、宮崎でも何人か集まったっつってたぞ、はがき来てたぞ。うちの会社でもなんかできそうなこと言ってるんですけど佐田企画、佐田研って、なんか、お前佐田、ね、佐田企画っていうのはお前佐田研の人間にとっちゃ本山だろう。そうなんですけどね。本山でお前そんなサークルができてたまるか、お前。まあね、うん、千葉県成田市でも作ろうかと思いましてこれを書いております。おいや、もともと平成元年2月に成田市立中台中佐田研を作ったんですけど、新旧交代激しく、メンバーのうち 70% が OB となってしまい、このままでは滅亡の一途をたどってしまうので、いっそ成田佐田研を設立することを決心しました、うん、ゆくゆくはメンバーを増やし、成田空港から長崎への国内便を飛ばさせることを目標に頑張ろうと思いますJR 成田駅から半径1200キロ以内にお住みの方々、うん、3月15日、もし今日読まれれば明日、読まれましたね、午後1時 JR 成田駅東口徒歩32秒の牧野書店前交番にて、指名手配書に載っていそうなメガネ面の私がセイヤング T シャツを着て待っていますので、お暇な方お越しください、うん、まあ普通の格好だからまだいいじゃないですか。午後1時 JR 成田駅東口徒歩32秒の、うんうんうん、牧野書店前交番、はい、うん、8月6日のハッジ、ハッジ、ハッジってのはイスラム教のいわゆる巡礼ですよね、聖地巡礼のハッジって言うんですよね、イスラム教においての巡礼でございます。ハッジに一緒に行きましょう、8月6日長崎から、
まあね、いいじゃないですかね、まあ、呼び方してもいいけど、長崎のコンサートに行くことを聖地巡礼って言い方はやめなさい、うん、いや本山っていうのやめてください会社のことつい釣られたんだ俺、埼玉県所沢市の新島幸子さん、いらっしゃい。バイバイギターの歌詞の中にわからない言葉があったので、親に聞いたり辞書で引いたりしたんですけど、親もわからないし辞書もおバカさんなのばかりなので載ってなかったので質問します。いいですね、可愛いですよね、うん、ボルサリーノって何ですか。これあの世界的に有名な、もともと帽子屋さんです、ボルサリーノの帽子といえばもう帽子の中では一流品、最近はいろんなものも作っておりますけども、大体帽子で有名です。あのボルサリーノっていうのはあの、ジャンポール・ベルモンドとアラン・ドローンがボルサリーノっていう映画を撮ったこともあるぐらい有名なメーカーですね、うん、例えばボルサリーノといえばもう帽子の代名詞で、背広というとあの英国のロンドンにありますサビルローっていうお店があります、うん、これがまあ背広になまったと言われてるんですけども、ね、それと同じぐらいボルサリーノといえば帽子メーカーで有名なところです。これは確かに型崩れしないし、うん、上質ですし、うん、福田育太郎はボルサリーノを愛用しておりました、はい、ジェフ・ベックって誰ですか。これは60年代から70年代をリードしたエレクトリックギタリストであります、うん、まあこれはいろんな人のセッションの中でやっておりますし、それから彼自身のアルバムもあります、探してみてください。ドゥカティって何ですか。これオートバイです、ドゥカティというオートバイはですね、なかなか乗りこなしにくいんで有名です、うん、すぐあのエンコをするんですね、うん、エンストを起こしたりなんかする。それ扱いにくい女を自分の思い通りにするような喜びが味わえるというんで有名な、オートバイであります、ドゥカティ、うん、音がうるさいです。ドバタカバタバタベタタバベジカバタベタベタ。八王子市民会館に福田育太郎が乗ってきた時に帰りにエンコしちゃって、11時ぐらいまでエンジンがかからなくて、11時にドバタタタベテカバテテカバってたら、近所の人が12人ぐらい集まってきて、それですいませんすいませんと謝ったら、もう来ないでねって言われたそうですけどね。ストラートって何ですか。これはあのフェンダーのエレクトリックギターの名前で、ストラートキャスターというのがあります、通称ストラートです。アンダンテカンタービレって誰ですかって、これはあの人の名前ではありません。これアンダンテカンタービレっていうのは音楽のまあ形式というか、そういったものだと思ってください、この歌の中で言っているアンダンテカンタービレというのは、チャイコフスキーが作った、曲のタイトルというふうに思ってください。チャ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 タララ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 ラ、こういうメロディーです、うん、1カートンのタバコ、いろいろ聞きたい。1カートンのタバコって何本ぐらい。それはあのタバコのその1個のあれによります。つまり1カートンというのは、大体10個検討でひとまとめにしてあるのを言います。ですから20本入りですと200本、10本入りですと100本ですけど、10本入りもないことはありませんね。でもおおむね200本だと考えてください。20本入りのタバコ10箱、このように考えてください。ショートケーキとプライドは私でも知ってました。よかった。リベラリストは親も知ってましたし、辞書にも載ってました。1カートン1カートンは辞書に載ってたけど、私には理解できませんでした。佐田さん、どうか中学1年生の女の子に分かるように説明してください。お願いします。ドゥカティというのはオートバイ好きの人だったらみんな知ってますから、オートバイ好きの人に、僕はあんまり詳しくありませんから、よく、詳しく聞いてくださいね。いいバイクですね。ああ、すごくいいバイクでしたね、太郎らしい、一流好みの太郎らしい、オートバイでしたね、さあこの後大阪名古屋の皆さんがやってきます。待ちましょう。東波トールレーズンプリンセスに選ばれた吉澤ひとみ16歳です。コンテストの時はすっごく緊張していたから、私の番号が呼ばれた時スーッと力が抜けちゃいました。自分らしさの出せる歌手や女優になりたいな。自分で掴んだチャンスだから頑張りたいと思います。皆さん応援してくださいね。東波トールレーズン
月曜日は会社でビーノ、火曜日は出張ビーノ、水曜日は残業ビーノ、木曜日は接待ビーノ、金曜日はカラオケビーノ、土曜日はゴルフでビーノ、キラ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 や、ビーノは豆 100%、 港派とビーノを食べよう、日曜日もビーノ、また明日も食べよう、さだまさしのせいやー、大阪毎日放送、そして名古屋東海ラジオでお聞きの皆さん、いらっしゃい、さだまさしでございます、先週名古屋東海ラジオの放送時間が4月の11日から、元通り1時間の放送に戻るというお話をいたしました。これはもう大変、もうハガキがいっぱい、中川区の、まあ、その中でもねちょっと選んできたんですけど、中川区のパーカッチョン、それから池田さよみ、東海ラジオ深尾社長あんたは偉い、そして東海ラジオ営業の工藤あんたも偉い、昨年突然のセイヤング30分打ち切りに悲しみのどん底に落ちた私たち、目の前真っ暗、この世の終わり、ああ人生もここまでと思ったものですが、さすが東海ラジオ、私たちファンのささやかで つましい願いを聞き入れてくださり、4月からは晴れて番組復活の噂はほーらやればできるじゃないの、偉い偉い、それでこそ天下の東海ラジオよ、日本一、こんないい放送局の地元に住んでいる私は幸せ者です、うう泣いております、東海ラジオ様、次は完全放送を目指しましょうまだ葉っぱをかけてるやつ愛知県一宮市の喜一ともみ、他もうすごい感謝感激雨あられのハガキが東海ラジオ宛てに届いております、はい、嬉しいでしょうね、嬉しいですよ、本当にありがたいですよ、もっともっとどんどん感謝を表してください、はい、それは深尾社長に送りつけます、はい、ありがとうございましたという、お礼状を添えて ね、東海ラジオも4月11日からですからね、はい、元通りになります。さだまさしのセイヤング541回、今夜は私京都におります KBS 京都、これは第2スタジオと申しますよりもふれあいスタジオ、ここからお送りしております。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りします。チョコレートが塊で入った新しいタイプオールチャンクね、チョコが入ったクッキーなんて珍しいもんじゃん、チャンクっていうの、このチョコの塊すごい、チョコがチャンクで入ったクッキー、東ハートオールチャンク、超薄焼きのハーベスト、チョコレートを挟んだ東ハートチョコハーベスト、軽くて薄くてうまいうまいところに気がついた、東ハートハーベストとチョコハーベスト。さだまさしのせいえいや、薄さの中に品がある国際ハーベスト大学、めっちゃエコー聞いてるやん来るなと思ったんだけど今やっぱり来たか、めっちゃめっちゃ今日本物聞いたね、本物聞いた、なんだっけ、めっちゃうるさいやん、だっけ、めっちゃうるさいね、うち、はあ、家がね、あ、いやいや、めっちゃうるさい、めっちゃうるさい、関西系の人ってみんなめっちゃっていうね、めっちゃ言いますね、うん、来てますでしょうね。さあ皆さんこんばんは、国際ハーベスト大学日本校総長矢部昌司張丸でございます。教授の花見浩二抜け丸でございます。理事長はホワイトデーのお返しをパチンコの景品で揃えるというどこまでもギャンブルで生きる男、かけの工事負けまろこと上倉和夫ディレクター。噂によりますと100人近い女の子にお返しをするんだそうですけどね、上倉さんってそんなにモテんのかね、うん、分けてもらいたいですね、何を、おなごそしてホワイトデーのお返しを誰からもらえるかを旦那と予想しているギャンブル夫婦の妻、リズムインフリコこと佐藤佳代子ディレクター。もっとも彼女の場合にはですね、上倉さんとコンビを組んでこの番組を担当するようになってから、うん、悪の道に引きずり込まれつつあるというね、うん、さあ今週も行ってみたいと思います。参りましょう、参りましょう、うん、まずこれですね、これは講義のハガキ猫娘、はい、先週の軽い機敏な子猫何匹いるかの回文、私前に何かで聞いたことがあります、残念ながらちょっと気分を害しました、うん、こういうね、おあそうか、まだ来てる橋本、うん、拓郎もね、角川文庫から出ている土屋光一さんの怪文集のタイトルだ、うん、
というね、うん、まだ来てますよ、先週軽い機敏な子猫何匹いるかというのがありましたが、その回文は土屋光一回文集、その名もずまり軽い機敏な子猫何匹いるかに収められています、うん、知っていたかどうかは知りませんが一応、うん、ところで優しいね、知っていたかどうか知りませんが一応、うん、もしかしてオリジナルかもしれないという配慮が見られる、はい、これ和田ホークですよ、うんね、ところでその回文集はとても面白い、迂闊にダムを引く国費を無駄に使う、うまいねやっぱり、うんねうん、とか何だのかんだのと騒ぐは里の檀家の旦那、うまいね、うん、中では短いものもたくさんあり、僕が一番気に入っているのはこれです、竹馬の友との博打、いいな、うんうん、これ面白いじゃないかね、ね、まだ来てる、うん、群馬県前橋市のペンネームひまなおと、うん、先週の回文軽い機敏な子猫は実は作品集の中に入っています、うん、同じ人の作品に力士手で詩を舐め直し出て仕切り、うまいね、うん、歴史手で詩を舐め直し手で出て仕切りなどがあります、うん、作品集名作者名を思い出したらまた密告します、うん、なるほどね、さあそれでは作品の吟味に入りたいと思います、先週の軽い機敏な子猫何匹いるかを出してきたジャカルタの丘、はい、今回はまた面白い回文ができたのでお送りします、はい、歴史手で詩を舐め直し出て仕切りこれは面白い、ジャカルタの丘、うん、悔い改めよ悔い改めよ、一回生に戻す埼玉県川越市の、もう話題変わってます、うん、埼玉県川越市の峰川武史、うん、買ってくるぞと板橋区のコーナーに来ました、はい、川越編、川越、川越、川越編、うんうん言う前に来ないよ、入学許可、うん、あまりにもくだらない、早いな、かーごえかーごえ、あまりにもくだらないんで入学を許可します、うん、入学許可、体に安定感のない男、4回生単位なし、うん、もう10年以上前の話だ、うん、ひょんなことからにらめっこすることになった、うん、長いことにらみ合っても勝負がつかず、うん、相手が業を煮やして私をくすぐりにかかった、うん、くすぐりといっても脇をこちょこちょとやるだけでくすぐったいというよりは痛かった、うん、私はそんななあじゃあ効かないぞ、余裕の笑みを浮かべてやった、その時点で私の敗北が決まった情けない情けないな、4回生単位なし、評価は高いです、よしもう卒業試験まで近いね、うん、1回生単位なし、斉藤千恵子、そうなった時嫌だなと思うものベスト3、うん、第3位、足の裏を蚊に刺された時、うん、あれどこ刺されたか分かんないね、ですね、うん、第2位、深さ7センチくらいのハンドクリームの容器に指が全部入ってしまった時嫌だね、うん、第1位、ゴキブリホイホイに自分が捕まった時嫌だわそれは、うん、ちなみにうちではホイホイになぜかよくネズミが捕まっている、いや結構ネズミ、小ネズミに捕まる、ちっちゃいやつがね捕まるよね、逃がしてあげましょうよ、1回生単位なし、評価は、うん、竹です、竹、これは、誰だろう、あ、斉藤千恵子、1回生竹一になった斉藤千恵子、もう一発いきます、うん、私の父はつい最近までチャーリー浜と松方弘樹さんを同一人物だと思っていたらしいチャーリー浜に向かって金さんも変わったなぁとしみじみ言った、うん、なんとなくね、分かる、なんとなく分からないでもないな、今これ1回生竹一に進出したばっかりなんですけど、はい、まだあげます、あげないです、あげない、はい、2つ合わせて竹、竹、厳しいこと、はい、ハーベスト大学入学希望というのは私はポチの話よりメンバー紹介をしてほしいというね、うん、知人のお母さんはある日外食をして犬のご飯がないことに気づきました、うん、冷蔵庫を開けても食べられそうなものがなく、うん、仕方がないので玉ねぎを炒めてあげたそうです、翌日その犬は下痢のため病院に運び込まれて点滴を打たれたそうです、うん、病名玉ねぎ中毒本当ですかね、犬は玉ねぎを食べたら中毒するのをお母さんは知らなかったんですね、犬は玉ねぎを食べると中毒するんかい、はあ、それは知らんかった、エビとかイカとかダメだって言いますけどね、あのイカとかなんかコレステロール系のものを食べると腰が抜けるなんて言うよね、ああ言いますよね、猫なんか特にダメだって、本当見たらスルメもダメだっていうね、評価は、あ、入学許可、入学許可ですね、これは道化師のソケット、うん、
入学希望、あ、広田君にぴったりですね、道化師のソケット、先日国語辞典で国語辞典を引いたら今あなたが読んでいるものと書いてあったまあ分かりやすいな、分かりやすいな、ね、うん、入学許可まだ行くかよし、じゃあ自信作、うん、不動岡高校佐田健王子川井優香、先日私が行った病院の自動ドアに、うん、バスの時刻表が貼ってあった、うん、私は時刻表を読もうと思いそれに近づいたが自動ドアが開け時刻表は私から逃げていった一体どうやったら私はこの時刻表を読むことができるのだろう、うん、難しいなこれ、難しい問題だこれ、うん、近寄っちゃダメなんだな、近寄っちゃダメなんだ、うん、双眼鏡で見る、そうですね一瞬に見るとかな、ああそう、うん、1回戦竹市評価は高いです、2回戦に進出、さあ最後の作品、異議申し立てが来ている谷村、違う、これは入学希望の孫田武史、うん、異議申し立て祭り候、うん、近頃でもないけど汚いよりも小汚いの方が大きいという評価がバカにしているとか言ってますが、それは間違ってると思うんだな、うん、もう怒ってるね、うん、怒ってる、僕のクラスには林くんと小林くんがいるから小林くんの方が頭がいいしまともだぞ言いがかりだよこれでもいいなこいつ、いいセンスいいな、センスいいな、うん、よし入学を許可しよう入学を大許可しよう、はい、うん、こういうこと言うと大許可と許可ではどう違うんですかなんて書いてくるやつがいるけど同じです、いやいや大がついてますよいやいやほらでも1回戦この人の言い方だったら1回戦になるだけですよ、うん、ね、違いますやっぱり大がついたんです、すごい人に言うときに優秀な成績で入学とか、ね、全然違いますよ、今後に期待したいと思います、はい、今夜のハーベスト大賞該当作ありましたかちょっと苦しいですね、時刻表どうですか、時刻表小林くんどうですか、小林くん行きましょう小林くん、小林くん、ほら大がついたからこうなるんだよ、孫田武史な、孫田武史、うん、これにじゃあ特待生、特待生、まあ1回生に進出なんだけども、うん、今夜のハーベスト大賞として、まあ孫田武史にハーベストほか美味しいお菓子の詰め合わせをドカンとお送りしよう、はい、よかったね、よかったよかった、よかった、今夜の授業はここまで、全員道草しないでまっすぐ下校のこと、続いてカメラを笑い声渦巻く京都丸山公園、藤棚前、土俵へ、切り替えてみたいと思います、寂しいこと言わないでくださいよ、あそこはもう何もないのかも、いや何もなくないですよ、丸山観光会館かつてのありますよ、まだ面影はあるのか、まだあるの、空き家かもうないでしょうね、ああそうか、惜しかったな、なんでお前後継がないんだよ、いや後継がないですよ、嫌ですもん俺、出雲屋に就職して、いや出雲屋、うん、ねえ、うん、そうか、さあ行くよ、これはもう順番に並べてあるという見た、うん、それでいくよ、入門希望からいく、はい、ギャグハガキを書いて格好を上げていこうというね、そうです、お笑い国技館、そうです、デブの集団です、そうでこのなんだハーベスト大学を卒業すると、うん、幕下付け出しでここに入れるという、そうなんですよ ね現在前頭12枚目にシャチホコ、うん、14枚目にキシメン、うん、この、中部出身の両関取がね、頑張っておりますね、重量はウイロー銭洗い柿の木坂、はい、幕下に上がった瞬間に私どもの方でしこ名を考えます、そうです、自分で勝手にしこ名を作ってこない、はい、ね、いいぞ、今月のお題はですね、課題は何だっけ、なんだ、これも違う、遠くへ行きたい、あ、遠くへ、お笑い版遠くへ行きたい、うん、こんな人がこんな時にあんこ行くあの場所この場所、うん、全国をそして全世界をギャグで旅するお笑い版東京行きたい、ではおはがき紹介してまいりましょう、なかなか優秀な作品が届いております、うちのスタッフを超えております入門希望の高田久美子泊まっているホテルが火事になった時慌てふためいて逃げていく場所、うん、浴衣で川口、あ、うまいな入門を許可しよう、うん、これは千葉県ですから佐田ヶ岳部屋、はい、入門許可、愛知県の三浦和弘は入門希望、エッチなビデオを借りてきた若い男が行く場所、うん、バンコク三浦和弘、なかなか鋭い、うん、鋭いな、入門を許可しよう、うん、これ春日部屋か、春日部屋だな、春日部屋優秀だな、それっぽいですもんね、うん、
ペンネーム処罰公明入門希望、うん、新しく住む部屋の間取りを相談し合っている新婚夫婦が行く場所、うん、間取りどう、うん、マドリッド、マドリッド、ねね、入門を許可しよう、うん、うまいですね。三重県ですから春日部屋です、うん、これ俺好きなんだ。自信作、神戸市高見千里、うん、行くぞ、うん、田舎のおじさんたちが今から食事にしようというところに行くところ、うん、大きな川もある飯すっぺいいないいな飯すっぺいいわ、うん、候補だ候補、うん、これはいいわ。入門許可するぞ、入門許可、うん、許可しよう。羽島市の後藤紗恵子入門希望、うん、千葉真一さんと野際陽子さんが懐かしがってよく行くところ、うん、紀伊半島しょうがないしょうがない、うん、入門許可しよう、うん、カスノベア、カスノベア、ね、続いていくぞ入門希望多いね、うん、このところ人気あるね、すごいな。高原、ペンネームヒロピー、うん、バレーボールを基本から習いたい人が行きたいところ、うん、トス、うん、シンプルでいいね、うん、入門を許可しよう。新弟子検査に挑戦、死に際の悪、これ誰だ、本名生八橋京都市右京区、うん新弟子検査希望でございます。所要時間20分、死に際の悪い人が行くところまだ助かるいいね、これも候補だ、まだ助かる、うん、まだ助かる新弟子検査合格、ですから前相撲に進め。新弟子検査希望は長沼光恵お好きな曲はと聞かれて精霊流しと答える人が行くところ、うん、うくらいな、うん、うまいね、うまいな、うん、よし前相撲へ進め。うまいうまいさあこの辺から自信作が出てくるよ、うん、前相撲在籍早1年4ヶ月もう上がる自信がありません、ドラゴンテール、うん、前相撲挑戦、うん、これに成功するといよいよ番付に乗るわけだな、はい、好きだこの作品は、うん、兵庫県神戸市のドラゴンテール、うん、武道家が修行に行きます、うん、オーストリアしょうがないもういい、うん、そうか、まあ、いいな、1年4ヶ月も辛抱したのか、うん、じゃあ序の口40枚目につけ出そう、うん、ね、序の口40枚目、ペンネームあんあん通りの人々は前相撲、うん、よしこれも何か臭いぞ、みんなが茂さんの方を指して言う場所、うん、足屋序の口45枚目につけ出し、うん、カスノベア序の口10枚目におります。生田正樹このとこ頑張っておりますな、うん、アンチ巨人の人が行くところ、うん、ホーチミンベトナムですね、うん、あなるほど、所要時間1分、うん、優秀だな、うん、優秀、これは今どこまでいるんだ、カスノビア序の口10枚目、本当だ、うん、そこでこいつはもっと上げてやろう、うん、序の口筆頭、筆頭ね、序の口の1枚目、1枚目、うん、まで上げてあげよう、うん、さあこれもシンプルでいいな、これは住坂純也は、住坂純也どっかにいたぞ、住坂はどこにいたんだっけ、住坂、あ、いた、序の口50枚目だ、はい、ちゃんと自分で書いてくるようにあ、書いてあった、ごめん志望校に合格した受験生が勝さんに祝福してもらいたい時に行くところ、うん、祝って、うんうん、この番組しか聞いてない人にしかわからないね、そうですね、うん、ここはちょっと落ちる、まあ45枚目までだな、はい、さあこれはジョニダンの120枚目、ちょっと格が上がってきました、120枚目におりますね、はい、なりものりよし、うん、虫歯なんか一歩もないぞという人たちが集まる場所、うん、ハワイ、ああいいね、いいな、いいね、100枚目に進出、うん、これより、うん、幕下の相撲だな、幕下20枚目まで上がってきております、霜降り、うん、ね、神戸市の霜降り、霜降り、うん、試合のたびに大量得点を取られ万年最下位をさまよっているあのプロ野球チームが必勝祈願を込めてはるばる参拝にやってきた神社、いつも大差うまい、うまいな、うまい、これでも私は阪神ファンです、うん、書いてあります、うん、ね、そうか、幕下20枚目角だから120枚目、うん、幕下45枚目だよな、はい、幕下45、今20枚目まで上がってるよ霜降り、うん、知らぬ間に
ですから知らない間にもう10枚あげたけど、うん、もう10枚幕下10枚目10枚目いいね、うんうん、はい行くぞ、うん、これから関取の相撲に入るから、うん、やっぱり違いますかね今週はやっぱりね、関取はこのウイローしかなかったね、お愛知県春日井市ウイロー、うん、トイレに入ってペーパーがないとき、うん、取ってくれと頼むところ、うん、紙こっち正座して足がしびれたら行くところジーン、ね、えあげないあげない現状維持がやっとこんなギャグ紙こっちあジーンでもまあね、うん、ダメまだ俺バンコクの方が優秀だと思うなちょっと下品だけどバンコクね、うんまあ、現状維持現状維持、はい重量2枚目変わらずなかなか遠いね、うん、この壁が上がってこないですねもっと上位の相撲がないですね上位の相撲がねないんだよ上位何してんだってなんかね陥落を怖がってるよこいつらはいいんだよ陥落したってまた上がれるんだからまた上がれるっていう楽しみが音がないからそんな簡単にはそう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 帰ってきてよねえ、うん、もしもう いい作品でも数打ち当たるよ当たる当たるんだで幕前頭の12枚目であんた平幕優勝でもしてごらんもしかしたら筆頭だようん、筆頭がうまくすりゃ小結びまであげちゃうよそうですよ平幕優勝でもした日にゃ本当ですよ、ね、いかに12枚目といえども相撲取ろうよ今週の技能賞はどれだ飯スペだなやっぱりそれしかないだろしかない高道里、うん、いい相撲だったいい相撲だったよなこれ、うん、これなんだっけあれ入門希望なんだろうなきっと神戸市の高道里、うん、入門希望じゃもったいないよこれもったいないよこれ序の口つけ出そうよこれもういいのあげちゃうもんいいのあげちゃう飯すっぺこれこれはいいもんうん、うん、これもう一つくだらないけどって書いてあるこれもいいよなんすか驚いた時に行くところ、うん、大津ってさ、うん、しょうがないだろう、うん、飯すっぺには勝てないね、うん、やっぱり一番でよかったですね一番でよかった、そうかじゃあ序あげましょう序の口50枚目につけ出そうこれ、うん、もう真実検査パスだよこんなものパスパスうん、うん、よかった今頑張ってる先生みたいなもんだよそう、幕下付け出したから勝ってんのかなそう、ね、今夜の技能賞プレゼントとしてさだまさしの西安が時のシンボルマーク入りオリジナルトレーナーを差し上げます、はい、以上お笑い国技館でした中畑清です僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました大自然を知っている人間はみんな元気底力があるんだキャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っているだから元気もりもりキャラメルコーン大好きです東ハトキャラメルコーン月曜日は会社でビーノ火曜日は出張ビーノ水曜日は残業ビーノ木曜日は接待ビーノ金曜日はカラオケビーノ土曜日はゴルフでビーノクラ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 やビーノは豆 100% 港派とビーノを食べよう日曜日もビーノまた明日も食べよう東派とビーノさだまさしのほほえみポスト沙羅さん頑張って任しときなさいえー、鹿児島市の川島和代さんからのほほえみポスト9時消灯後の週1回唯一の楽しみですとこう書いてくださってますけどね生まれて初めてさださんにお便りしますさださんの曲と出会って13年ああ随分長い間聴いてくださってんだな当時高校2年だった私も30歳の大台に乗りああそう小学校5年生の長男3年生の長女地方公務員の夫に囲まれて10年間幸せな日々を過ごしてきましたところが今年の2月28日膠原病の疑いがあるということで検査入院し毎日あらゆる検査を受けて少々疲れ気味ですでも毎夜家に残してきた家族に電話することで明日への活力を得ています親子でハガキの交換をするのも初めて親子が離れたのも初めてけれどハガキも後々の良い思い出として残るでしょうし、子供たちの自立にもいい機会だと今度の入院はきっと有意義なものになることでしょう幸い命に関わる病気ではないし 5,6 年間の治療で完治するという保証付きですので成人式にも出られず
20歳代20歳代を全部育児に費やしたご褒美と勝手に思い、ゆっくりと休養させていただこうと思います。それにしても病院は引きこもごも、サラトリウムが口をついて出てきます。そうだよね、病院っていうのは本当に引きこもごもで、命の交錯する場所ですからね。それだけに切ないこともたくさんありますけど、どうか頑張って一日も早く、完治しますように我々も祈ってますよ。お便りをくださったこの川島和代さんには、東ハト製菓からハーベストおかおいしいお菓子の詰め合わせお送りします。子供さんたちに、どうぞプレゼントしてあげてください。東ハトオールレーズンプリンセスの吉澤ひとみです。私のとっておきのオールレーズンの食べ方、オールレーズンに熱々のスパゲッティを乗せて食べる、名付けてひとみスペシャル、ひとみとオールレーズン、絶対よろしくね。東ハトオールレーズン、アメリカのアイラホのポテト、東ハトのポテコになった、くるくるリングのポテトスナック、東ハトポテコはカリッと美味しく、カルシウム入り、ポテコだい。スリムな投げ輪とチリ味のカラプルコもよろしく。さだまさしのセイエイエイヤー。お時間までおはがきをどんどん読んでいきたいと思います。参りましょう。愛知県江南市の高村香織、いらっしゃい。私の友人 T が高校生の頃、ある日の朝礼での出来事、うん、T の通う女子校は県内でも有名な校則の厳しい学校で、服装に関してはスカート丈、ブラウス、リボンに至るまで事細かな規律があった。その日の朝礼で抜き打ちの服装検査があった。厳格な生徒指導の先生が朝礼台の上に立ち、こう叫んだ。今から服装検査を行う。最近タレントのため細かく厳しく検査する。まずはだ。ブラジャーを取れ。ああ、みんなの冷ややかな視線を一身に受けた後、その先生は顔を真っ赤にしてつぶやいた。うん、ブレザーだ。その日の検査はとても優しかったと彼女は言う。ブレザーとブラジャー間違えちゃったらしょうがねえやな。うん、大変だそれは。参ったなあ。岡山さんだ。いや参ったな。岡山さん、そう。いや、これどう。いや、いいけど、あれにしたいなと思って、あの持ちネタに。持ちネタね。いや参ったな。岡山さんだ。必ず突っ込むように。カラクリモンモンいらっしゃい。さあさあ、見ましたよ、流星です。しかもすごく大きいんです。3月6日の午後7時40分頃東の空に消えていきました。熊谷からのおはがきです。うん、一筋の火球が落ちて消えていきました。あまりに明るく大きかったんで、リスナーの皆さんの中にもご覧になった方がいらっしゃるんではないでしょうか。感動のあまりしばらく口を開けたままでした。何かいいことがありそうな予感がします。ちなみにその流れ星に3度願いをかけても、なお流れ星は尾を引いてました。お、僕も火球っていうのはね、弟とね、あの長崎の実家の屋根の上で見たことがあるけどね、はい、びっくりしたね。目が覚めるぐらいにね、長い尾っぽを引いてくんだよ。お、うん、それで翌日大騒ぎしたら、新聞にね、沖縄でも見たっていう記事が載ってた。だからあれは相当高いところで、あの火球っていうのは あるんだね。まあ、最も低いところでもあるのかもしれない。さあ、東海ラジオでお聞きの皆さん、もうそろそろお別れの時間です。もうあとちょっとですからね、ちょっとの辛抱ですよ、うん、もう1ヶ月もう切りましたからね、うん、あと1ヶ月足らずで、また1時間の放送に戻るからね、楽しみにお待ちくださいね。名古屋東海ラジオをお聞きの皆さんとはここでお別れです。今日は京都にいるわけですけど、なんとなく京都にいるとのんびりするね。そうですね。まあ広田がのんびりする気持ちはわかるんだけども、俺までのんびりしちゃうね、京都っていう。そうですかね。たたずまいのせいかな。ああ、そうですかね。なんかね、広田はふるさとだからね、仕事をしに行くっていう感覚がないってやっぱり今日もつぶやいてたけども、分かるわ。俺長崎でね、 NBC 入る時ね、やっぱ仕事しに行くって感じないな。まあ、休みの時帰ってきますからね。そうだよね、ね、うん。さあ、この後は岩手の皆さんをお待ちしましょうね。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハト製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。
さだまさしのせいや。岩手放送機の皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。さだまさしのせいヤング第541回になっております。すごいね、この数の積み重ねは。今夜は KBS 京都、第2スタジオ、フレアスタジオからお送りしております。さあ、この時間この方の登場。占い業界の異端児、ホテルアッピグランド支配人は知る人ぞ知る仮の姿、そうです、カツトラダムスことカツさんです。カツさん、おーい、どうすか。いいっすよ。いいっすね。うん、スキーもいいっすか。いいっすよ。まだバリバリ。うん、バリバリ。あの雪はどうです。いっぱいいっぱいある。うん、今年はもうすごくいい。本当だね、うん、この間行ってびっくりしたけども、ね、本当に先週だったっけ、お話したように5月の連休まで滑れますね。いけますね。いけますね。はい、うん、さあ、それでは今夜も先生お願いいたします。先生いい響きだねもっと言って。あのね、カストラダムスのゲレンデ占い。先生、はいはい、今夜はこの方でございます、はいはい、横浜市の鈴木千佳。突然ですが、勝さんは霜焼けになりませんか。私は苦しいんですけど、寒いところの人はもっと苦しいんではないかと、つまり対策をお伺いしたいんですが先生、何をこれ占いじゃなくてただの相談ですよね。無礼者。それを占うから勝さんが人気なんでしょそれは言える先生、よろしくお願いします。はい、はいはい、では、今夜は季節にぴったり、うん、花粉症占い。もしもし、もしもし。はいはい。なんでその霜焼けを治すのに花粉症が関係あるんですか。無礼者とにかく話せよ、すぐ終わるから。あ、本当。では霜焼けはどうしたら治りますか。杉の花粉さん、教えてくだされ。ヘクス。あ、そう、なるほどね。何よ。ヘクス。ふんふん、そうなのか。ヘクス。何、俺は花粉症じゃなくてただの風邪。どう、面白かった。花粉症コント。カツさん、いつからコントになったの。もう何でもいいから早くまとめてよ。まあ要するに霜焼けよりも飲み過ぎによる胸焼けの方が辛いね。いや、そうじゃないでしょ。で、僕が好きなのは彼女と二人で見る朝焼けかな。やめなさいって。やめな。いや、参ったら。何が今せっかくいい気分になってきたの。カツさん。何？あんた変。また。とにかく今夜ここまで。これ以上やってると俺の曲がかからなくなるから。以上をもちましてこのコーナーおしまいおしまい。それじゃ不快でしょ。いや、とにかくだからカツさん、はいはい、プレゼント早く出してよ。今夜はね、チカさんに。スウェット素材のルームウェアを上下で立ち上げます。あ、いいな、いいな、ね、ありがとうございました。おーい、カツさん、来週もよろしく。おーい。このコーナーではカツさんですら答えられるライト感覚いっぱいの軽い悩みを募集しています。できればコントにしやすいものを募集しています。カツさんがホテル支配人の片手間に占ってくれます。郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤングカストラダムスのゲレンデ占いの係宛です。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。ガチョー、なんだ。例えばこの AB ロードで彼女たちの今回のツアーよりもさらに安いツアーの情報を見つけて、うん、彼女たちが泊まっているホテルにファックスで送るというのはどうでしょう。それだ。この忙しい時に会社休んで。あいつら。安いツアーもいろいろ探せる。エイビーロード。好評発売中。お父さん、赤いミニ買って。赤いミニか。父さんも好きだな。健康的で。違うの。イギリスの車。109万円。ダーセンターで見つけたの。赤もいいけど黒もいいな。うん。お父さん。ミニはいいな。国産新車から輸入車ユーカーまで欲しい車が比べて選べる。
俺さ、うん、エジプトでラクダに乗ってラクダにラクダっていうの夢なんだ。私オフランスへ行ってシャンゼリゼでシェーってやるの夢なの。俺なんかアンデスへ行ってインディオにナンデスアンデスっていうの夢なんだぜ。まあいろいろ終わりでしょうが、もっと楽しく明るい多彩なツアーを探すならベイビーロード好評発売中。時を越えて生き続けて銀は100歳100歳銀も100歳100歳せいえいえいや。あーなるほど、今こうやって改めて聞くと銀さんの方がトレブルが強いね。うん、うん、銀も100歳100歳、うん、で金さんの方は、歯を使わない喋りだね。うん、金は100歳100歳、うん、銀も100歳100歳、うん、ちょっとマスターしたねこれちょっとね、うん、金と銀のモノマネ講座でした勝手に作るのそうか、うん、川口氏の、うん、キャッツアイには新しいカセットテープとセイヤングのオリジナルトレーナーをお送りします。さてお待たせしました、大好評深夜の深い先生方のご紹介から参りましょう。この先生です。はい、土曜日の夜にですね、うん、京都にいるってことはね、久しぶりだなと思って、ね、何年ぶりかなと思って。そうだよね、本当に西安軍出てない時以来ですね。うんうん、ちょっとごめんでございます。西安軍出る前はね、ずっといたけどね。そうですね、2年ほどいましたけどそしてこの先生です。人生楽ありゃ苦もあるさ。こんばんは、佐藤母音です。京都のふれあいスタジオすごくいいですね。うん、広田さんの笑い声と、うん、作家の高橋さんの笑い声が、うん、ハモって聞こえますあ、そうだ、はい、同じ向きにね、約2メートル30センチぐらい離れて、はい、座ってますんでね。そうですか。ひろたんの斜め後方に座ってるもんですから。わかりました。上倉さんの声も笑い声も聞こえましたさあそして最後はこの先生です。今週のお題は金と銀の2回目ということで、三重県桑名市の夢食い虫の枕。ごいんきょん、ハチの野郎、足にほらばっかり来やがんですよ。どうしたんだよ、クマさん。いやね、ハチの野郎、金の山を掘り当てたってんですよ。で、俺がそりゃすごいや、どこの山奥でだいつって聞いたら、なーに、この近くだって抜かしやがんですよ。あした行ってやりましたよ、おめえ。こんな都会に金山なんてあるもんかってね。いやいや、クマさん、あ、それはあるかもしれないよ。金鉱ってくらいだ。うまい。うまい。ね。夢食い虫のね、枕でございます。枕には図書券、これをお送りすることにしております。何でもプレゼントする。やっぱりもう神子さん大丈夫なのかな、ね、パチンコであんまり勝ってないみたいだけど勝ってんですか本当は。パチンコで図書券って取れるんですかねさあそれではお題金と銀の2回目ですね、はい、それでは広田ごめん先生から参りますか。はい、八王子市山下陽子さんいらっしゃい。佐田さんに CM 返してダスキンさん、うん、あ、大丈夫です大丈夫です。今日撮影してきましたはい、またやりますんで期待する。見てほしくないなあれ。え、いいじゃないですか、なかなか面白いですよ、ね、ありがとう、え、佐藤ボイン先生。はい、千葉市の谷川歌子さんいらっしゃい。金銀のメダルへの道、汗涙。うん、そうだよね、金銀ったって俺たち簡単にさ、銅メダルかよとか銀メダルかよとかって言ってるけどとにかくあの時期にですよ、うん、4年間にたった1週間か2週間の間に、うん、世界で1番か2番か3番かっていうレベルまで行ってないといけない。超コンディションの調整も含めてそこなんですよね、一番難しいのが。そう、運っていうのもあるよね、昔あの日本水泳の田中聡子っていうね人がいましたよ、この人は世界一強いランナー、あのスイマーだった時代がある。ところがオリンピックとオリンピックの狭間の年が彼女のピークだった。あ、これはかわいそうです。だからオリンピック2連覇なんていうのはこれはもう本当に超人的ですよ。そうですよね、うん、ね、さあ、佐田我慢いきます。星屑クラブ、のしだけは立派だけれどこれっぽちお題金時すごいのし袋あるもんね、うん、中に入れるのは気恥ずかしくなるようなのあるもんね何十万か包まなきゃいけないんじゃないかというようなのあるもんね、さあ広田ごめん先生どうぞ。はい、兵庫県片山正明さんいらっしゃい。
バカ娘シリーズ来てますね。おバカ娘来たか、金銀の金銀の次はパールとバカ娘なるほど ねそれはそうかもしれないね。佐藤母院先生。はい、千葉市の小畑美恵子さん、いらっしゃい。金婚の親と一緒に銀婚旅行、おうらやましいですよね。これはもう理想的ですよ、ね、でも実話らしいんで本当になんかおめでとうって言いたいですね。あ、そうか。じゃあちょうど25歳の時に、片や子供を、あ、じゃあ結婚し、片や、子供、そうか、同じ25歳で結婚したんだ、うん、そうじゃないと銀婚と金婚に行かないもんね。奈良に行きたいと思っていますって書いてあります。あ、いいね、羨ましいね、それ素敵ですね。ねえ、はい、佐田我慢です。川崎市の宇佐美さゆり。金と銀、その差は 0.01 秒。あ、信じられないよ、 0.01 秒差でね、金と銀が違うっていうの。そうですよね、まあ、東京オリンピックの頃なんかは、あの、どうやって測ってたかって言って、うん、あの100分の1秒なんか出てないよ、あの頃は。ほとんど差なんかないですよ、 0.01 なんてね。ほとんど本当に紙一重の差ですよ。ねえ、恐ろしいもんだね。さあ、各賞発表しましょう。広田ごめん賞は、はい、ごめん賞はですね、練馬区の古谷、愛香さん、背が低く、表彰台で銀となり。かわいそうな。高さんがね、そんなに妙にでかい 銀メダルに輝いてね。どう見てもあれは金だっていうね。そうだね、背がね、かわいそうですね。そうだね。そして、今日がおかしかったね。佐藤母院賞。はい、ペンネームゆきちゃんのママ、本名がないので佐藤母院宛てにお名前ください、はい、補欠の子の胸に輝く金メダル。うん、本当だよね。ね、みんなで取ったもんだもんね。ですよね。うん、巡り合わせってあるから、その補欠がいなかったら勝てなかったかもしれないっていうこともあるしね。そうですよね。うん、本当に大事だよ。支えてるってのは一番大変で地味で嫌だけど、ね、本当にそう思います。はい、佐賀マンションは久しぶりですね。千葉市動画機内純子、金と銀、お題にふさわしい句をいただきました。100年の下積みありて超アイドル。なるほどね、その通り。ねえ、あの超アイドルが100年を下積みと考えるところに、動画機内純子の、このなんていうんですか、人生肯定哲学があるね。うん、100年の下積みありて超アイドル、うん、あれ下積みだったんだ。あそこでここでこう輝くために彼女たちは今まで苦労して頑張って生きてきたんだよ、うん、そう考えると捨てたもんじゃねえな。ないですね。うん、いい句でした。いい句でした。さあ、以上の各賞入選者には何をプレゼントするんだ、図書券をプレゼント。はい、ね、楽しみにお待ちください。お笑い国技館じゃねえんだ。今日編以上。いや、参ったな。あ、来週からのお題は望みです。いや、参ったな。和歌山さんだ。以上をもちまして深夜の会おしまい。おしまい。あ、参ったな。僕初めてなんです。大丈夫、お姉さんに任せて。経験豊富みたいですね。さて、ここで質問です。この二人は今から何をしようとしているのでしょうか。エビーロードで見つけたツアーで海外旅行に出かけるところ。正解です。旅慣れた人もそうじゃない人も、エビーロード、好評発売中。山下君、車買うんだって。イタシャのオープン、親父が半分出してくれるんですよ。そう、課長も買うんですよね。うん、何買うんすか。大きなお世話だ。国産、輸入車、軽自動車、RV100 万以下と目的別に分かれてるから、欲しい車すぐ見つかります。最後のコーナーは神倉のくれた5分、文字通り5分になりそうであります。せっかくですからおはがきをね、どんどん読んでいこうと思いますよ。ペンネームアンアン通りの人々、いらっしゃい。テレビの時代劇が大好きな私たち親子、ラストのチャンバラシーンを見ていた母が言った。ねえ、あの青ぞりのおっちゃん中、キラレ役専門の役者さんで、我が家での通称、字幕に名が載るような人ではないので、未だに彼の名はよくわからない。キラレ役専門の大部屋さんだな、うんうん、
最近ちゃんとセリフ言ってから殺されるようになったわよ。ずいぶん昇格したわね、うん、今まで出てくると三下役でギャーッと言って殺されていた彼、うん、近頃羽織り着た家来にまで出世し、うん、セリフまで一言二言ある、うん、10年来見続けているともう家族も同様、身内が出世したようで妙に嬉しい。どのチャンネルをひねっても必ず出てくる彼、名前もわからない役者さんですが、皆さんも顔を見ればああの人とわかるはず。母なんか何十人の集団の中からでもあいたと見つける。すごい2ですね。2はね、どうぞこれからも元気で殺されてください。すごいなそれ。よく見つけられるな、うん、でも嬉しいだろうね。そうですね、こうやって見てくれてる人もあるんだよ、うん、個性あるんですよねやっぱり。そうなのそうなの、ね、ですからね、実に、嬉しいことじゃありませんか、うん、ね、大阪の方じゃ妙な噂が出てるってハガキでございます。松原市の栄森明美さん。今大阪では道頓堀にあるネオンサインのグリコのランナーが、うん、バルセロナ五輪に出るために走っているという噂が流れてます。というのも先頃カニ道楽の看板のカニが旅行に行くという JR の CM があったんですけど、その間本当にカニがいなくなりました、うん、そしてそれに合わせて食い倒れの人形もどっか行ってしまいました、うん、そして次はグリコということになったようですが、私はこんな決体なことを考える大阪人が大好きです。大阪人っていろんなこと考えるよな、うん、ね、うん、阪神の優勝フィーバーで、カーネル・サンダースを道頓堀のあの堀の中に掘り込んだやつがいるから、カーネル・サンダースの呪いで阪神が優勝できないなんていう噂をまことしやかに流したりね、うん、さあ、それから、あ、これは読んどこうかな、僕も所在を知りたかったというやつであります。あん中から頂戴しました。お名前はないですね。いらっしゃい。突然ですが、中央本線で銀河鉄道と呼ばれているところを報告します。うん、これ正確な場所知りたかったんで、ね、山梨県韮崎駅から北 1.5 キロくらいの範囲です、うん、崖を斜めに上がっていくんですが、上がりきった あと桃の花が迎えてくれるでしょう、うん、なお銀河鉄道から富士山が見えます。あ、乗ってるとね、うん、地元の人もあまり知りません。実家の窓から実は見えるんです。こういうおはがき。おお銀河鉄道ね、稲崎駅から北 1.5 キロくらい、うん、今度行ってみようね、ね、夜ね、乗るのはよく乗ってるんですけどね、うん、乗るのはよく乗ってるんだけど見てみたい、見てみたいですよね。闇の中をダダ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 ダ、僕乗りますから見てください。時々わけのわかんないこと言うね。ああ、見に行こうって言ってるんだ。見に行きましょうよ、うん、じゃあ俺が乗るからお前見てくれ。よくわからんね。わかんないですね。なんかお前と話してると、お前と話してるとよくわかんないって言えば、広田の良さは何だろうって、あ、実は先週の茂社長に聞きました。聞きました。なんであれだけのミスをして、ね、火事がありゃ逃げる、手に汗握って聞きましたよ私は、うん、社長にね、でこれだけミスも数知れず、朝起きてこない、俺に起こされる、数知れず、うん、なぜマネージャーなんだという素朴な疑問にお答えします。はい、しげりが明確な答えを出してくれました。はい、うちの会社で、はい、広田が他の部署にいると邪魔なんだそうです。あ、たくさんでやってますからね。そう、だから俺につけときゃ俺がどうにかしてくれるという安心感から俺につけてるということが分かった。なるほど、鋭かったですね。でも、うん、でもお前もきっとで勇気出して、しげりさん、社長、僕のいいところって何でしょう、しげりが、はい、って2分うなってたな、あいつ具合悪そうでしたもん。具合悪そうだった、不愉快そうだった、聞いてね、まあ、これからを見てください、まあ、以上ご報告申し上げたいと思います。もう1分前、ゲー信じらんない。これ行ってみようかな。もう、あ、ダメだ、もうあれも読みたい、あ、これも読みたい、あ、ダメだ、これじゃない、じゃあ話しよう。あ、話します。今マサシングワールドコンサートのツアーの真っ最中なんですけど、はい、大好評で。そうですよね、まあ、芝居を見たかったって、がっかりしたってハガキも随分たくさん来てはいたんですけど、それはおいでになってらっしゃらない方で、ね、そうですね、ハガキ、まあ、芝居が見られなかったけど残念だったとおっしゃる方でもですね、うん、グレープレーズン、これが聴けてすごく嬉しかったと。そうですね、まあ、中で佐田玲子と一緒にね、はい、あと1マイルを3人で歌ってるんですけど、いいですよね、これも、大変好評で、はい、まあ、元気でやっておりますね、はい、はい、ですから、チケットお持ちの方どうぞお楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、ということでもって最後の曲かけましょう。工場の月。
この AB ロードで彼女たちの今回のツアーよりもさらに安いツアーの情報を見つけて、うん、彼女たちが泊まってるホテルにファックスで送るというのはどうでしょう。それだ。この忙しい時に会社休んで。あいつら。安いツアーもいろいろ探せる AB ロード、好評発売中。あの車に乗りたい。この車にも乗ってみたい。そんな人にカーセンサー読者の体験試乗ページ2台の車を同時に乗り比べていただきます。さあ、東京03-3217-3477カーセンサー編集部までお電話ください。皆様あってのカーセンサー。さだまさしのセイヤラストレーターは前田正義君。つい先日のこと、私の友人 H から電話がかかってきました。明日暇だったら一緒に目覚まし時計買いに行こうという内容で、理由を聞いてみると、 H のクラスの Y が就職するんでそのお祝いだとのこと。何のことやらよく分からず、次の日目覚まし時計を買った帰り道詳しく聞いてみると、いや Y が蕎麦屋に就職するんだ、蕎麦屋って朝が早いから朝寝坊しないようにみんなでお金を集めたんだ。その時仲間っていいなと思いました。受験勉強で周りをよく見ることができていなかった私が恥ずかしくなりました。H とはクラスが違うけれども、こんな素晴らしい計画を聞くことができたことを誇りに思います。 Y にはいつまでも残る思い出になるだろうし、 H のクラスみんなの思い出にもなると思います。 H のクラスみんなに拍手を送ります。なるほどな、いろんなやつがいるな。もう一つ行こう。
さくら市のかかしの母より。横浜のかかしの子頑張っています。覚えておいででしょうか。この番組でも最初悩んでね、おはがきをくださったんですね。お嬢さんがお姉さんのとこでしたっけ、横浜のお姉さんのところへ預けるという形でね出ていく、これを本人は行くと言ってるけれどもどうしたものかという悩みのはがきだったですね。結局お嬢さんは出かけたんです。3月10日青葉台中学の卒業式でした。誠は掃除をさせていただけたんです。ああそう立派だね。3年生のご父兄の方々に紛れて一度はこの目で見たいと思いました。考えた末やめました。予定時刻を時計眺めながら心の内で声援を送りました。なんとかクリアできたようでほっとした思いです。もう3年生になります。もうあれから2年が過ぎようとしています。ひとまず健康で頑張ってほしいと願うばかりです。まあ子供っていうのはタフだね。元気で元気で、どん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 根っこを広げて幹も太くなっていくんだろうね。あよかったよかった。セイヤングはハガコミュニケーションラジオです。お便りの宛先は全部一緒ですよ。郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、それぞれの係り宛です。来週は久しぶりに東京四ツ谷に帰っての、セイヤングですね。ほら五反田のユーポート終わってからですから、ほら通りすがりの人も多くなりそうですけどね。はい、別に公開番組じゃありません。そうです、念のためにお断りしております。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。最後までお付き合いありがとう。お相手はさだまさしでした。